なので、今大きく言われているのが地球温暖化の防止にも役立っているのがこのマングローブという場所です。世界的に見ても、こういった取り組み結構行われてまして、どんどん、ね、植樹されていってます。それがやっぱり二酸化炭素を吸収してくれるから。あとはこちらの間に皆さんの体内にピトンチッドって言われる成分が皆さんの今体内に入り込んでます。まあ、毒ガスとかじゃないんですけど、たくさん吸っていただければと思うんですけど、要はリラックス成分です、簡単に言うと。森の匂い感じたら、まあ、リラックス成分になりますので、今のうちに新鮮な空気を吸って、日頃の妬み、恨み、ストレス全部も吐き出していただいて、ちょっとリフレッシュしていただければなと、はい、思います。本当に誰も来ませんね。本当に私たちだけですね。本当にカヌーが多い時はもう差し込まれたとこで写真しか撮れないので、もうカシャカシャカシャ戻りますという風になるので、今日本当にゆっくり見れたので良かったかなと思います。はい、10時の回来ても良かったんですけど、10時の回はここだったので根っこがもう見えませんでした。はい、ちょっとねある程度引いて根っこがしっかり見えてるようになりましたけど、今度逆に1時の回そのまま続けて参加されてもいいんですけど、1時の回多分途中で止まります。こっちまで入ってこれません。ここが全部干潟に変わるので途中で止まって写真を撮るって形になるので、まあ、ここの場所に来れるのは11時半の回だけで、かつ猫が見れるのは11時の半回っていうふうに、はい、そんな違いがあります。はい、めっちゃラッキーってことです、はい、潮がね必ずこの時間帯がこの位置になるわけではありません。ちょっとずつずれていきます。はい、今日もし晴れてたら、ね、お月様の形ちょっと見てみてください。潮はね、月の満ち欠けでどんどん変化していきます。満月、新月が一番変化量が大きくて、三日月とかが一番ちっちゃいです。要は同じ時間スケールの中で満月、新月はこういう風に動くけど、三日月とかはこういう風に動いていく。で、このズレがちょっとずつずれていって、一日中干潮の日もあれば一日中満潮の日もあって、午前中満潮の日もあれば午前中干潮の日もあるっていう風な、はい、そういった違いがどんどんあって、でそれに合わせてコースを変えるっていう形です。満潮コースはこのトンネルの中、入ってくるコースになりますけど、ぜひ夏場の干潮、潮が引いてる時ですね、もう一度来てみてください。そうすると干潟に上陸して、今言った生き物類ですね、カニだけ33種類いたり、ミナミトビハゼっていう魚がいたり、貝があったりっていうように、いろんな生き物が賑やかに出てくる時間帯になりますので、夏場の方が動きがね、ものすごく活発に動きますので、はい、ぜひ来てみてください。今日は皆さん満潮の冬の晴れクリアしましたけどね、ぜひ他実は15通りもあります。春夏秋冬満潮干潮、あと晴れと雨、 4×2×2、はい、だから16通りありますけど、岡崎この前回は干潮の時来られました。そうです、夏の干潮の晴れ、お母さんだけ16分の2クリアしてますけど、皆さん16分の1、はい、クリアしてます。ぜひ16通り全部コンプリートしていただいて、はい、全部クリアした暁には17番目に台風コースっていうのをご用意してますので、はい、ぜひ来てみてください。まあ、17番目、ワンツーマンでほぼ、例えばこの4人で行くとしたら、向かいのが5人つきます。出るんバッシャバッシャ、はい、増えます。もうワンツーマンです。もう私がお兄さん見て、彼がお姉さん見てって感じで。おじさんがこう転覆しようもないおちかっていう、はい、まあそんな感じです。おっと、はいはい、稲本が見つけました。貝なんですけど、貝の種類わかります？シジミっぽい。あ、そう、大正解です。シジミっぽいです。でかいけど、あれシジミです。まだ小さい、直径15センチぐらいまでないんですか。よかったら回していきましょうか。食べれるの？これ食べるの？シジミ投げる人初めて見た。すごい、ずしいてきた。これね、八重山ヒルギシジミ、八重山、こっちの地方のヒルギの近くにあるシジミなので、八重山ヒルギシジミって名前ついてますけど、沖縄の方にもありますけどね、鹿児島県のマングローブにも生息していて、鹿児島県の方だとこれ持ち帰ると罰金です。鹿児島県の条例で守られている希少種、まあ、絶滅危惧種になってますので、はい、今お姉さんに50万円が載ってます、ね、50万円が、はい、まあ、ポケットに入れるとそのまま金庫3年か50万円50万円入れるわけじゃないっていうふうに相手で持って帰ってもらう。三笘に似てますね。似てる。三笘に似てる。三笘に似てる。三笘に似てる。
らもう言おう言おうと思って言ってくれてよかった。お願いします。あれ昨日暗いと分かったのかな。あの三笘もいればあのイグジットの金近もいるのであの発着場で待ってます。はい、あのインドネシアのセクラルはなんかこう可哀想なんか子供のみたいな感じだった。あとは日本人ですか。いや持っててもらっていいですか。あれ持って持って持って、はい。顔も一緒に入れていいですか。三笘や。あ、似てる。ありがとう。喜んでる。ミトマングローブ。ハッシュタグミトマングローブ。この海外の人じゃないの？あ、そう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 。だってもう一人似てるんだよ。ミトマングローブ。ドリブルしてドリブル、ドリブルドリブル。皆さん写真は大丈夫ですか？撮られました。三笘の写真撮ってから行きます。